私は出汁の研究をしています。カツオ出汁について成分を分析してみると、酸味や苦味の成分がたくさん含まれていることが分かりました。そのことから、なぜカツオ出汁が美味しいのか不思議に思い研究を始めました。その結果、動物にカツオ出汁を飲ませるとどんどん好きになるということが明らかになりました。さらに満腹感を高め、消化を助け、攻撃性や不安や鬱を抑制するということを示しました。このように、出汁の美味しさは体に良い、心に良いということを学習することによって生じるのではないかという仮説が裏付けられつつあります。私は美味しさと健康機能の両面からカツオ出汁の研究を進めています。